はい、皆さんこんにちは、レイです。今日のこの動画は僕が最近作ってる再生リスト、サーキット遊びの始め方っていうシリーズと、それと僕がサーキット用レース用に買った YZF-R1 18年モデルの、まあ、その R1 日記、それぞれの再生リストに含まれる動画になるんですけども、これからサーキットに行ってみたいということであれば、街乗りとはちょっと違うパーツを選択したくなってくる、そういうシチュエーションが出てくるんですね。そういったところでおすすめのものなんですけども、で今回僕はこれサンスターのスチール鉄のスプロケットを買いました。前後ともスチールです。で520というサイズ、チェーンを細く軽くすることができる520コンバートって言ったりしますよね、というものを選んだんですけども、ここでなぜサンスターなのか、そしてなぜ鉄なのかっていうところ、まあ、あとそのなぜ520チェーンを軽くしたいのかっていうところの、この3つをですね軸にしながらお話をしていこうと思いますので、これからサーキット走行会にたくさん行くぞとか、スポーツ走行行くぞとか、ライセンス取るぞっていう方はですね、参考になるかも分かりませんので、ぜひお付き合いください。それではですね、まずこのサンスターというメーカーなんですけども、スプロケットっていうとたくさんいろんなメーカーあるんですけども、その中でなぜ僕がサンスターを選んでいるのか、確かですね1年ちょっと前にも R1M を乗ってた時に、その時のスプロケもサンスターを選んでたんですよ。でなぜサンスターがいいかというとですね、単純にこれがメーカーに OEM で、すごい数のスプロケットを納入しているメーカーが一つというのがあって、で車両メーカーがそうやって部品屋さんに求める精度っていうのはとても高い精度を求めますよね。もちろんそこで何かトラブルがあってはいけませんから。でそこでサンスターっていうのは要は OEM 体質の会社なんですよね。それメーカーからの注文きちっとうちはやりますよ、だから来年もよろしくお願いいたします、いっぱい作らせてくださいっていう、そういった仕事の仕方をするところなんですね。ということもあって、工場側のその精度を保つ体質、そういった、性質っていうのがすごく安定してるわけですよね。でさらにそこでアフターパーツ用に今回こういうのを作ってるから、もともと精度が高い性格を持ってるメーカーっていうのがさらに高い精度を目指して作ってるってところがいいんですよね。で数でその世界シェアナンバーワンのメーカーでもありますし、行動用のカスタムパーツとしても人気のメーカーではあるんですけども、で最近ここのサンスターのこのスプロケっていうのが要はファクトリーチームにガンガン採用されるようになってきてるんですよね。で実はそこには背景秘密があって、でそういうワークス系ファクトリー系のチームでサンスター以外のメーカーを使ってるところももちろんあるんですけど、ここでレースの世界、大人の世界の話をちょっとしておきますと、例えばドゥカティって今新車を買うとピレリタイヤついてくるんですけど、一時ブリヂストンタイヤがついてくる時があったんですよね。ああそうだったねと思い出す方もいるかもわかんないんですけど、あの全部が本とかはちょっとさておき、都市伝説的なところもあるかもわかんないですけど、いや MotoGP とかそういう場面で、じゃあブリヂストンタイヤのいいタイヤ供給しますから、その代わり街乗り用の市販車のタイヤはうちのブリヂストンタイヤ入れてくださいよみたいな、そういう大人のそういうね、あの駆け引きがあるんですよね。そういった影響もあって一時ブリヂストンタイヤを履いてる時があったんですけども、まあ、今ピレリに戻ってますよね。でレースの世界行きますと、要はその市販車の部品もうちに作らせてください、そのためだったらレース用の部品はいくらでも納めますからみたいな駆け引きをする営業マンがいるとですね、まあ、ファクトリー系の部品っていうのがよくこうコロコロ変わるんですけど、そこで必ずしも性能だけで決まるわけじゃないっていうところが難しいんですよ。かつ例えばそのファクトリーマシンについてる部品になんかメーカーのそのロゴがついてたとする、ああそこの部品使ってるんだって言っても、それね本当にそのメーカーで作ってない時もあるんですよ。というのは、じゃあここのバッジ売ってあげるよ、うちの工場で本社で作ってるけどこのバッジ売ってあげるから、それは君んとこが作った風にできるじゃんっていう、そのマーケティング的なプロモーション的なこともしたりするんですよね。でかつてですね、これ聞いてびっくりしたんだけど、やっぱりアジアの日本以外の国のメーカーがですね、とあるファクトリーバイクにですね自分のとこのロゴを勝手に貼ったそうですね。要はその契約書に、例えばですよ、チェーンとかスプロケが日本の何々社製のものである、でそれのロゴを車体に貼ってよしって契約書があるとするじゃん、そこの契約の中にじゃあライバルメーカーのチェーンとかスプロケメーカーのステッカーを貼ってはならないっていう契約が入ってなかったんだよね。とか人道的にそんなことしないじゃん。なのにそれを目をつけた別のメーカーが、あじゃあうちの貼ってよ、それうちの国であれうち製のものって見えるじゃんっていうことをうまく気づいたやつがいましてですね、うまいなと思ったんですけど
まあ、ちょっと都市伝説で話しとれましたけども、まあ、そんなわけでレースで使われてるからイコール何でもかんでもいいって信じるのはすごく危険なことでですね、じゃあどこをどうやって見ればいいのっていうと、チームのですね一個一個細かい名前出しちゃうとですね、ちょっと差し支えがあるので僕のこんちゃんちょっともやっとさせてください。例えば JSB 日本の全日本選手権の中のトップカテゴリーの JSB、まあ、スーパーバイクから 1000cc が走ってるところですね。 CBR1000RR とか YZF-R1 とか GSX-R1000R とか ZX-10R とかが走ってるところなんですけども、そこでですねファクトリー系のチームってまあいくつかあるんですよね。ファクトリー系のチームの中でも1番手2番手とかあったりするんですけど、その中であ最近あそこサンスターなんだってところが増えてるんですよね。で一番上のところになってくるとそういう大人の駆け引きとかもあるから性能はぶっちゃけあっちのがいいってのは分かってるんですけど、会社のしがらみあってこっちなんですよってことも多分にあるんですよね。で僕が見ている、あそこは自分たちで選んでるチームだっていうチームがサンスターを選んでるんですよ。だとすると間違いないですよね。絶対に負けられない人たち、なぜお仕事でレースやってる人たちだから、その人たちってなんか部品がちょっと不調でこんなこと起きちゃいました、失敗しちゃいました、すいませんとかって言えないんですよね。失敗はできないんですよっていう人たちが選んでるのがこのサンスターっていうメーカーなんです。なんか歯磨き粉みたいな名前してますけど、名前は一緒ですけど全然別物です。そんな今や鉄板メーカーのこのサンスターなんですけども、品質精度の話をちょっとさせてください。まあ、当然これまん丸いものなんだけども、果たしてどれだけその深淵になっているのかっていうと、実は世の中に出回っているいろんなメーカーのスプロケット全部が深淵かっていうとそういうわけじゃないんですね。サンスターのが最も深淵に近いって言っても、まあ、言い過ぎではないとは思います。でなぜ深淵にこだわるかというとですね、例えばこのまん丸いものがずっとこうやって回ってるのとちょっとこう歪んじゃったものが回るとする、そこにまとわりついてるチェーンがどういう影響を受けるかって考えると簡単ですよね。歪んでるものが回ると穏やかにこうチェーンが引くところもあれば、いきなりなんかギュンって引かれるところもあれば、要はなんか脈打つように波打つように均一じゃない回り方をするんですよね。そうするとこの深淵が歪んでとんがってる角のところ、こことんがってますよね、こっち平らですけど、このとんがってるところが最も急な角度でいきなりチェーンがグッて引っ張られるわけだから、そこのチェーンだけどん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 伸びていっちゃって消耗しますよね。で変慢もしますよね。それで走行中にチェーンが切れたらどうしますか。いきなり駆動なくなるとね、ほんと怖いですよ。僕一回だけちょっとそういうアクシデントを起こしたことがあるんだけども、まあ怖いので皆さんはねそれはやらなくていいと思います。でまあそんなわけでこの深淵をちゃんときちんと叩き出すっていうのが、まあ、サンスターレベル高いところ一つあってです。あともう一つが平面、この中身のスプロケを出して完全な真っ平らの面のところにプッて置いたとしましょう。これですね、実験を前にしたことがあって見ててびっくりしたんだけど、日本製ならどれでもいいんじゃねえの、大体みんな精度いいんじゃないのと思ったんだけど、日本製なのに平面の床にこう置いた時にパタって寝なくてカタカタ動いちゃうの。え、波打ってんじゃん、平らじゃないのっていうものが全然普通にありますからね。これもね超大手メーカーだから、それのファンの人たちも多いだろうから言うと燃えちゃうから言わないけど、びっくりしますからね。気になる人は各社のスプロケなるべく大きいやつね買ってきて、本当の平面をなんか探して載せてみると分かりやすいのでやってみたらいいんじゃないですかね。だから深淵も出てないし、こう見たらなんかこう波打ってるし、そりゃチェーンに悪さするよね。せっかくいいバイク乗ってていいエンジンついてて、それが200馬力とか出てたとするじゃん。だったらその200馬力ちゃんと地面に伝えたいでしょ。なのにそこでなんか下手なチェーンとか下手なスプロケを使うと、その駆動がちゃんとしなくては自分がせっかく持ってるバイクを楽しめないってことになっちゃうので、ここはですねバイクの心臓部が出してるエネルギーを地面にちゃんと伝えるための部品なので、本当にこの駆動系ってすごく大事でですね、ここは精度というものにとにかくこだわった方がいいです。でただ自分がそのなんかね第三者検査機関で私何でも検査できます、精度とか見抜けますって皆さんわけじゃないと思いますので、僕も自分で全部検査できるわけじゃないので、ある程度聞いた話を信じるしかないんですけど、まあ、そのファクトリー系ワークス系のチームの人たちが今これに乗り換えてるってことを考えると、まあ、選べる中では最も精度が出てるっていうことが言えると思いますので、まあ、一つそのサンスターの精度っていうのを覚えておいてください。
でですね、こういう精度がなぜ大事かと言いますと、今のバイクがどうなったかっていうことを考えるとつながってくる話なんですけども、今ですね 1000cc クラスになってくると、トラクションコントロール、スライドコントロール、リフトコントロールとか、そういった車体制御系のなんか電子制御難しいのいっぱいあるんですよね。僕みたいなホビーの一般ライダーでもそういったものを使いこなしている人っていうのは世の中にたくさんいて、ただ行動だけで乗ってると一生介入しないことも全然あるから、トラクションコントロールって万人のためではないとは思うんですけど、ただこれがサーキット遊びをしていくようになると、トラクションコントロールのおかげでスロットルを開けられるようなバイクっていうのがもう今のバイクになってくるので、皆さんもすぐ使うことになるんですよ。でそこでトラクションコントロールって実はチェーンとスプロケに対しては相当意地悪をするんですよ。なぜかと言いますと、まあタイヤが地面を食ってる、こう安定して走ってる、いいよね。でこれがなんかつるって滑っちゃうというか、タイヤがスリップすると、そこでパワーダウンをしてくれる、パワーカットをしてくれるのがトラクションコントロールという仕組みなんですけど、じゃあ一瞬ここでパワーカットして滑りそうで食ってまた食った、じゃあ次の回転またグッて食いに行くよね。ってことは、まあ、スプロケがこれだとしましょう、こう回ってるとしましょう、ここにこう紐がチェーンがあるとしましょう、こうやってグッて引っ張って回すとしましょう、ここでずーっと安定してこう回してたと思いきや、あー滑っちゃった、グッて一回力抜いて、そこでまた力を今度かけ始める、グッて、ここで要は引っ張ったり抜いたり引っ張ったり抜いたりみたいなことをずっとこいつにするんですよ、このスプロケに対して。でそこにいるチェーンもさ、なんかずっと一定で引っ張られてればなんか変摩耗しないし伸びちゃうこともないんだけども、急に引っ張られたりやめられたりしちゃうもんだから、またその波打つような動きするんですよね。だからある意味チェーンがスプロケを打ちつけるような変なリズムの変な動きじゃ一定の回転をずっとはできないんですよね。穏やかに減速して穏やかにブーって加速していくだけじゃない動きを、多分ねもう1秒間に何百回というかすごい数ずっとこのチェーンとスプロケを受け続けてるんだと思うんですよね。そんなトラクションコントロールが当たり前の時代になったからこそ、チェーンの耐久性っていうのもより求められるようになったし、スプロケットの耐久性っていうのもより求められるようになって、でじゃあスプロケットの耐久性ってどんなもんなのっていう話なんですけども、もしかしたら街乗りのユーザーの方でですね、例えば3年から5年でバイクを買い替える人、一度もスプロケを交換したことないやっていう人も全然いるかもしれませんね。もしくはすごく開けっぷりのいい人で、スプロケガンガン減らしちゃって、バイク屋さんにメンテナンス持ってくたびに、なんとかさんまたスプロケもうなくなってるからねって言われる人もいるかもしれないし、これはもうその人の乗り方様々なんだけども、まあ、今回このサーキット遊びの始め方シリーズということなので、サーキットに限定してご説明します。で、僕がですね独自に取材して聞いてきた話をまとめているので、全部が全部どこまでもですね、必ずしも全てのチーム全てのバイク全てのあれ当てはまる話ではないので、一般論として参考にしてください。で今回僕はここでサンスターのスチール鉄を選んだんですよ。アルミじゃないんですよ。重たいものをわざわざ選んだの、不思議でしょ。重たさで言うとですね、例えばですねアルミのですね、これちょっと聞いてきた話なんですけど、アルミのサンスターの、ですね、41をいわリア側のスプロケの重たさがですね 238g なんですよ。でこれをスチール鉄にすると654、約3倍も重たいものになっちゃうんですよ。今ここにあるこれ持っても結構重たいものなんですよ。サーキットのバイクって軽量化方向に行くんじゃないですか、なんで重たくしちゃうのってとこなんですけど、そこがさっきのトラクションコントロールの話で、レース中にスプロケットがわずかながら削れて減ってく、その減ってく摩耗さえも駆動ロスになると考えられてるんですね、トップチームの中では。例えばそのバレンティーノ・ロッシが走る世界とか全日本選手権の世界ではそう考えられているんですね。ちょっと雲の上の話すぎて僕には全く気づきようもない、体感もしない話なんだけども、世界選手権に行くとアルミのリアのスプロケっていうのは予選で1枚消化します、決勝で1枚消化します、もう2枚使ってますよね。で全日本選手権前は MotoGP バイクはちょっと馬力がちょっとおかしいから、あれ異次元だから、もうちょっと市販車寄りなところに来ると、全日本選手権で言うと、まあ予選決勝同じスプロケで通せるってとこらしいんですけど、じゃあこれが地方選手権になると、2レースとかライダーによっては3レースとか持つらしいですね。で、まあ、走行会ユーザー、サーキットスポーツ走行にまめに通う人
だと、まあ、持って5000キロも持ったら結構奇跡みたいな、じゃないと要は単純に開けてない、加速してない、減速してないっていうことになります。要は負荷がかかってないっていうことなので、っていうことだそうなんですね。でこれ余談なんですが、ワールドスーパーバイクのですね、某トップチームはですね、年間予算が20億ぐらい使ってるんですね。MotoGP の下位チームでそれに近いぐらいの場合もあるらしくて、だから要はやっぱり20億30億とかのお金を使わないと年間柔軟戦の世界戦というのは戦えないんですけども、その中でじゃあレースが年間柔軟戦あるでしょ、でテストがいくつかあるでしょ、でレースウィークでフリープラクティスもあるでしょって考えると、スプロッケって大体何枚使ってるのかなっていうのは想像で算出できるんだけども、まあ100枚とか、まあ、もうちょっと使うと思うんですよね。アルミのスプロッケを100枚使って捨ててくんですよ。まあ、20億とか30億とかの予算を持ってるチームはいいんですけど、これが生々しい話全日本選手権に降りてくると、とてもとてもそんな予算使えないんですよ、日本メーカー、日本のチームっていうのは。そうなってくると節約しなきゃいけなくなるんですね。でどこで節約するかっていうと、ここです。なんせこれ重たさ3倍でしたけど、持ちも3倍ぐらい持つんですよ。でただ単にコストダウンのためにスチールを選んでるってわけじゃなくて、レース中にアルミが減っちゃって摩耗しちゃって駆動ロスして加速がなんかちょっと衰えてくる、もったいないことにならないように、そのトラクションコントロール時代のバイクだからこそきちんと走らせるためにこの鉄を選ぶっていうところがあるんですね。噛んじゃった。まあ、そういう事情があってですね、重たさで考えるとアルミの3倍あるんですけど、じゃあ値段がアルミの3倍かっていうと3倍ではないんですよ。約2倍ぐらいですかね。でこれちょっとあの車種ごとによって値段変わるところもあるので、皆さんのバイクに合うものがどれでどういった値段なのか、メーカーさんさんホームページ見てってください。でそんなわけで、このスチールを選ぶことによって僕が得られるものっていうのは、単純に年間を通してツインリンクモテキとか筑波サーキットに通おうと思ってるんですけども、その中で僕が減らしていくスプロケット、つまり僕の財布がすり減っていく量っていうのをここである程度コントロールできるんですよね。今回攻めの姿勢で高い方を手に入れてるわけなんですけども、その結果3倍持つからコストわずか2倍ながら、だからこれ節約ですよね。きっと僕がこのシーズン後半にも差し掛かってきた頃には、ああ持ってよかったな、安かったなって感じるかどうかは分かんないんですけど、アルミを使い続けてると単純にもっとまめな頻度で交換する羽目になってて、気づけば結構な差になったっていうオチになるんじゃないかなと思ってるんですよ。であと何よりもチェーンを長持ちさせることもできるんですよ。チェーンも結構高いもんですからね。いくら DID の ERV3 っていうバレンティーノロシと同じチェーン、まあ、普通に売ってるチェーンなんですけどを使おうとも、変なスプロケを使ってしまうとチェーンをどん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 早めに殺していってしまう。それこそこの深淵が出てないと引っ張るとこと手を抜くとことか出てきちゃうし、でチェーンのライフっていうのも、例えばね、ちゃんとその油を刺す、ちゃんと磨く、ちゃんとした針で走らせるって、そこのどれだけケアするかで、ライフがですね、まあ、1.5 倍弱ぐらい変わるとも言われてるとこがあるんですよ。だからどれだけ自分がこのパーツ選びをちゃんとしてちゃんとメンテナンスするかによって、その後のメンテナンスコストっていうのが大きく変わってくるんですよね。だから楽しく早く走るためのパーツ選びっていうところと、でもっといっぱい走るためのランニングコストっていうところでも、サンスターの、おパソコン電源落ちた、サンスターのこのスチールっていうものがおすすめなわけです。結構長く語ってまいりましたが、お分かりいただけましたでしょうか。それではですね、話を締めくくりにあたって、製造工程の話もちょろっとだけしておきましょうか。こういう金属のですね、輪っか状のものを作るときには、プレスの打ち抜きっていう方法と切削って方法があるんですけど、まあ、プレスの打ち抜き、いわばですね、あのクッキーを作るときに、あのなんかハート型のさ、こういうさ型があってさ、それをあのこう生地にした状態にこうパコンパコンパコンって抜いていくと、こうクッキーが抜けるじゃん、まあ、あれが打ち抜きになるんですけども、あれって打ち抜く過程で、まあ、金属もっと硬いものだからグッてこう押されて歪みが出ちゃいやすいのね。周りからこう攻めていって削り出していく方法よりかは、だから削り出せるなら切削で作った方がいいんだけども、それ全部削り出してやっちゃうと、あの製作にその手間暇かかりすぎちゃって値段が跳ね上がりすぎちゃうんですよ。でそうすると僕らが普通には買えないものになっていっちゃうから、そこバランスが大事なんだけども、スプロケ界、スプロケの世界の中の話で言うと、最も、その切削の工程が多いのがサンスターと言えるんですね。実は
他のメーカーは打ち抜きで済ませてるところが結構あったりします。サンスターはほとんどのホテルを切削で作ってるので、だからこそ深淵できちんとした平面が出るっていうところがあるんですね。まあそりゃね、じゃあ全日本のファクトリー系のチームが選ぶわけですよね。他のメーカーがそういう制度出てないんですからね、簡単な話ですね。はい、まあそんなわけでこのサンスターのですね、スプロケット紹介してまいりました。せっかくですので最後ですね、このスプロケットのあの寄りの姿を見ていただきながらこの動画お別れすることとしましょう。で、後日ですね、これを R1 につけてるところを動画でまたご紹介したいなと思っております。でさらには、まあ、これでその走った時の感触感想のお話もしたいです。今さらりと言っていくと、前に僕は YZF-R25 でレースちょっとかじった時には、ノーマルのチェーンサイズがいくつだったか覚えてないんですけど、415ってさらに細いものに変えて、だから元3サイズのチェーンで走ってたんですけど、やっぱりチェーンを細くすると透明感が出るんですよね。スロットルスッと開けた時に地面までの自分の意識と地面の距離っていうのが間にもやかかったものがあったのがどんどん減っていくんですよ。そこでその駆動系っていうのはダイレクト感が出ていくと、もっとその操作がしやすくなって、繊細な操作をしやすくなって面白いんですけど、これが 1000cc クラスの525が520になる時ってもっと大きな差があって、チェーンってものすごい重たいもので、単体で持ってみるとこうずしってあはははってなるんですよ。それが520になるっていうのもやっぱりすごい差があって、そこで DID のバレンティノロシと同じチェーンにするっていうのもすごく大きな意味合いがあって、そこでそれを支えてくれてるのがこのサンスターのスチールのこのスプロケっていうこともあって、そこもですねひっくるめてまたお話ししようと思いますので、僕の R1 がどうなっていくのかっていうところですね、まあ、サーキット遊びの始め方、その中でどういうパーツを選んだらいいのかっていうのは引き続き僕のレイブログぜひ追っかけてください。それではまたお会いしましょう。チャンネル登録も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。以上、レイがお送りしました。Thank you.